私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。私有田キンプリ主演、Gメン、公開時期が2023年夏に延期、新コロナがスケジュールに影響。延期の理由について、Gメン制作委員会は、撮影期間中における複数の関係者の新型コロナウイルス感染による制作スケジュールの調整及び、よりクオリティの高い作品作りのための追加撮影を実施することになったため、と説明した。また、本作の公開を楽しみにしてくださっている皆様には、大変恐れ入りますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。と呼びかけ、関係者一同、一丸となって鋭意制作中ですので、どうぞご期待ください。とメッセージも送っている。同作は、小沢敏夫による同名漫画が原作。問題1個ばかり集う男子校 G 組に転校してきた門松勝太騎士が、クラスメートや上級生ら仲間たちと全力できる姿を熱く楽しく描いたヤンキー青春物語だ。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。人気グループ、キング&プリンスの岸優太が初主演を務める映画、Gメン、劉藤東一郎監督の公開時期が予定されていた2022年秋から2023年夏に変更となったことが31日、分かった。原作は、2014-18年に秋田書店、週刊少年チャンピオンに連載され、コミックス国内累計発行部数150万部を突破した小沢と塩の同名漫画。問題1個ばかり集う男子校 G 組に転校してきた門松勝太が、クラスメートや上級生ら仲間たちと全力できる姿を描いたヤンキー青春漫画だ。映画初主演となる騎士が、全くモテない問題子高校生の主人公門松勝太を演じる。メガホンを取るのは、おっさんずラブシリーズや、浦安、鉄筋家族曲宿道、などの、劉藤東一郎監督。脚本は、日本アカデミー賞優秀脚本賞を数多く受賞し、緻密な心情表現を得意とする加藤正人と、自らも俳優として活動し、劇団鹿殺しの代表を務める新進気鋭の劇作家丸尾丸一郎のコンビが手掛ける。Gメン制作委員会がこの日、撮影期間中における複数の関係者の新型コロナウイルス感染による制作スケジュールの調整及び、よりクオリティの高い作品作りのための追加撮影を実施することになったため、公開時期を2023年夏へ変更いたしましたことをお知らせします、と発表。本作の公開を楽しみにしてくださっている皆様には大変恐れ入りますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。関係者一同、一丸となって鋭意制作中ですので、どうぞご期待ください。とメッセージを寄せた。映画、Gメンは、2023年夏公開。ここにあなたが興味を持っている他の傑出したニュースのシリーズがあります。キング&プリンス岸優太、ぐるない、ゴチ初参戦でハーモニカ、足つり、英語を披露。岸優太、キング&プリンスが明日9月1日20時より日本テレビ系で放送される、ぐるぐる99に出演する。岸はレギュラーの99、増田貴久、ニュース、高杉誠中、池田エライザ、そしてノブ、千鳥の代役を務めるある著名人と共に名物コーナー、ゴチになります。に、登場。すべての料理の値段を知るライアーが潜む中、高級グルメを味わいながら、その値段を予想する、ゴチになります。初参戦の騎士は場を和ます、ため練習中だというハーモニカを、パフォーマンス、足をつるという特技で、エライザとコラボレーションする。さらに騎士は自身の長所をアピールしていき、英語で食レポも行う。まる私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。